はきっと守ります。たとえ僕一人になろうとも、必ず怪獣スネークキングを倒してみせます。京太郎がミラーマンに変身した際、ほんのわずかな時間だが完全に無防備になる一瞬がある。インベーダーはその弱点を利用してある恐ろしい計画を実行しようとしているのだ。ミラーマン、お前は計り知れぬ強い生命力を持っている。その生命力を断つことは残念ながら我々インベーダーには不可能。しかし我々は別の手を考えた。すなわちお前のエネルギーを逆用し、お前自身の力でお前の命を抹殺する方法をな。これが我々の計画に使われる特殊マシン、名付けてエネルギー次元爆弾。さあ行け、ヴィラン。スネークキングとの戦い、何も知らぬお前は英雄気取りで戦い、そして無様な姿で自爆するのだ。無様な姿だな。だがその一方では、体の奥深く仕掛けられたエネルギー次元爆弾がいつ爆発するかわからないという恐怖がじわじわと高まっていった。そしてその恐怖のために
エネルギーを大量に必要とするミラーナイフやシルバークロスなどの秘密兵器を使うことができる。その結果、かえって戦いは長引いていくのだ。しっかりしろ。危険物が見られている。ビクビクするな。シルバークロスを使うんだ。ダメだ。こんなことじゃとても勝ち目はないぞ。縮しろ。ベルトについたカラータイマーはお前のエネルギーの保有量を表すものだ。カラータイマーが赤になったら気をつけろ。いいか。ありがとうお父さん。ミラーナイフ。ミラーマンの体は爆発する。この飛行物体の正体、そして操縦しているメンバーは何者であろうか。ミラーパーン。
走行も SGM。